太陽が出た。はい、じゃあお待たせしました。駐車券の方、雪の曲いただきます。はい、ではお疲れ様ですね。お願いします。はい、お願いします。それではですね、剣ヶ峰が今正面の左手ちょこっと行ったところ、三角の山になりますね。そちらの方が剣ヶ峰になります。はい、こんにちは、カブパパです。今日はね、この雄大な北アルプスの端っこ、乗鞍に来てます。バスはね、あのままずっと行って、終点畳平ってとこまで行くんですよ。標高 2700m のとこね。で、そこまで行って登るのはあんまり好きじゃないんで、途中僕とカムママしか降りなかったですけど、大雪渓片野小屋口ということで、ここからですね、片野小屋までここをぐーっと上がってきたいと思います。はい、これがですね、乗鞍岳の登山マップです。今は片野小屋口バス停ってところにいます。バスの終点は畳平です。一般的なルートはこの畳平までバスに乗ってって、この青いルートを通ってですね、頂上の剣ヶ峰まで登ります。今回俺たちが登るのがですね、赤い線の片野小屋直通ルートって言いまして、片野小屋口でバス停を降りて、で片野小屋まで直通するルートです。片野小屋に向かってですね、まあいわゆる直通になるんかな、行きたいと思います。設計があるね、まだ。めちゃくちゃ寒いな。こういうね、川になってるのは全部雪渓から流れてるやつですね。いやー、すごいひんやりしてる。多分10度はないでしょうね。山頂はガスってんね。はい、ちょうどね、直通口から半分ぐらい登ってきましたね。はい、ほら片野小屋が見えてきた。こっちがね、マリシテンだけの天文台ですね。こっちがね、剣ヶ峰頂上、雲の中。こっちはカブママ。お、少し晴れてきた。いやー、標高高いから息が上がるな。
はい、8時23分、片野小屋頂上方面はガスってますね。あ、誰か降りてきてるね。どうする、休む？はい、じゃあちょっと小屋で休憩します。はい、片のね小屋の隣がこれ東大の宇宙船研究所附属乗鞍観測所と、すごいですね、宇宙船だもんね。こっちは紫外線で大騒ぎしてるのにね、宇宙船はかっこいいね。で、マリ支店の中腹にはね、天文台がありますね。はい、ではこちら剣ヶ峰です。乗鞍の山頂まで50分、まあ、山頂というのはね剣ヶ峰のことですけど、はい、じゃあ8時32分ですね。はい、剣ヶ峰乗鞍山頂を目指して出発します。はい、いつも見てます。きつい。空気が薄いね。ガスがだんだん取れてきた。肩の声も分かんない。ああ、ちょっとねなだらかな感じになってきましたね。でも真っ白で何が何だかよく分かんないけど、こっちはいけない。気温4度か5度だって。美味しいですか？なんか立ってるね。はい、なんだかわかんないけど、はい、小玉ヶ岳ですかね。2980m って書いてあるね。はい、
グッと来て登り返すと剣ヶ峰だと思うんだけど、うん、今ねちょっと下ってます。これさ向こうからグッと来てさ、これ見えてればさ、めちゃくちゃかっこいいこの稜線。おお、おお、太陽が出た。おお、一瞬、ほら頂上の鳥居が見えてる。早いなこれ。すぐそこだ。はい、こっから先はね溶岩ドームっぽくなってますね。岩稜の登りになります。おお、あ、頂上小屋。はい、9時27分頂上小屋。おお、こうなってんだ。かっこいいね。はい、ちょうどねここが 3000m ですね。3000メーター地点にある、頂上小屋を過ぎましてね、はい、頂上まですぐそこですね。晴れてるやね、最高なんだけどね。え、そこだろうな。来た。9時36分
あのね、上でゆっくりしたい気持ちもないわけじゃないんだけど、まあ、とにかくね寒いからね、4度5度の世界なんで、あのね、正直言うと早く下界に戻ってそう、温かいコーヒーも飲みたいけど、やっぱりね、登頂祝いにビールで、うん、やっぱりカウパワと来れば、まあ、ビールなんで、うん、ビールを5層ロップに染み込ませる技を皆さんにまたお見せしたいと思いまして、とっとと下界に戻りたいと思います。